こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。ひどすぎるクールジャパンの実態、マレーシア編というね、記事を見かけまして、まあ、クールジャパン、マレーシアのクアラルンプール一等地に出したアンテナショップが観光鳥が鳴いてますという記事があってね、まあ、売れない商品がずらっと並んでいるので、反面教師としてシェアします。観光鳥の中クアラ クアラルンプールのザ・ザ・パン・ストアで、ひ者撮影と書いてありますけど、すごいですよね。閉店前にあ、開店前とかね、閉店後に許可をもらってね、撮影したのかって感じですけど、そうじゃなくて、これがね、えー、通常の通常運営、通常運用、客いないですね。で、この記者の方は4日間、ね、行ったけど、まあ、ほぼこの状態だったということです。まっ、あ、たく、 お目当ての商品がないと、ね。行ってもつまらない場所という評価が定着しちゃってるんでしょうね。で、この場所なんですけど、このロッド10というところにありまして、ここがマクアラロンプールのね、えー、すごい一等地、ね、KLCC 公園。で、その横にあるのがペトロンナスツインタワー。あの、マレーシアっていうとね、よく出てくるツインタワーで。まあ、そこからね、えー、200、400、500メーターぐらいですからね。まあ、この、 ショッピングモールとかね、えー、このお店の多さを見ても分かるように、まあ、東京でいうと銀座的な、まあ、繁華街、ね、まあ、人はたくさん来ると、金のある人はたくさん来る、売れる儲けは売れるという場所です。で、置いてて売れないもの、その1、1箱2万円のブドウ1パック2000円のいちご、ね、 1000円で売られている日本産ドレッシングと。これ、日本の農産物、日本酒、日本の米、魚介類、肉類、加工食品などがずらりと並んでいると。農林水産省が主催する攻めの農林水産業の見本市ということです。まあねえー、攻めすぎだろうって感じなんですけど、海外で売れにくいものの見本市のようでもあります。でこの記者の方はね、 ブドウが2万円、桃5個入り1万円、ね、いちご2000円。まあ、こういうね、えー、値段が高いと。ねえー、日本の何倍だって感じなんですけど、まあ、何倍だってかね、まあ、せいぜい、えー、3倍、4倍ぐらいの値段ですけど、まあ、それでも売れない、それでも売れないというか、だから売れないというような感じで、まあ、記事は書いてありますけどね。 まあフランス製シャッパンや高級ワインは、フランスの3倍、4倍で出しても、東南アジア、まあ、マレーシアでも当然売れます。まあ、高くても売れない商品と、安くても売れない商品があるということですね。高くても売れないじゃないですね。高くても売れる商品と、安くても売れない商品があると。でまあ、今回並べてるのはね、えー、まあ安くても売れない。日本と同じ価格で出したら売れんのかって、やってみなきゃわかんないですけど、まあ、多分、 売れないまあそういう商品ですね。で、オーストラリアアマゾンでいうと、まだ食品は扱えません。でもね、扱えるようになっても、特定の食品以外は多分売れないです。まあこれはね、またオーストラリアで食品始まった時に、えー、食べ物類どうですかと、ね、扱いたい方はご質問ください。で、グランドフロア、ね、観光鳥が鳴いてるってことなんですけど、まあ、本当ね、えー、全然人がいない状態。 で、和をモチーフにした日本の服飾雑貨が展示されているのだが、日本のコンビニで150円程度売ってるウェットティッシュが600円、フェイスクリームが2000円、耐熱性の皿1万5000円というありさまなのであると。まあね、値段、値段高いから売れないと、ね、日本と同じなら売れんのにって言ったらね、逆にあの輸出なんかできませんからね、これは値段じゃないと。逆に言うと、えー、高くても売れる商品を選んで持っていかなきゃいけないのに、 まあ何も考えずこれの日本っていう形で持ってったのかあるいはね付き合いのあるところからうちの持ってってよと言って適当に選んだのか分かりませんけどまあ何しろ売れてないでこれね和をモチーフにしたというのがねえ日本人が海外で売れると思う和と実際に売れる商品に開きがあるのが難しいところであるとこのスーパードライ でまあ、日本にはないんでね、見たことない人もいるかもしれませんけど、このおかしな、ね、日本人が見たらちょっと、ちょっと、ね、何これ、間違えたのって感じなんですけど、これすごいですね、えー。パリでもロンドンでもオーストラリアでも、えー、あとどこだそうそうそう、ポルトガルでも、ね、一等地にね、どんどん見せ出してます。バカウケです。で、続いて、まるで。 地方の博物館のごとくショーケースに入れられた日本産、えー、と革製品で作られた男性用ポーチの煮付けを見ると1万6000円品質が違うとはいえ同程度の男性用小物は同市内の欧米系ファストブランドですら2000円程度で買い求めることができるとファストブランドと比べるのも、ね、気の毒なんですけどまあある程度的を得てるのはね、えー、逆に日本製のこの革製品っていうのはね えー、ファストブランド、まあ、以下であると言っちゃ言い過ぎなんですけどファストブランド程度の、ねえー、認識しかないあるいはそれよりはるかに、えー、認識度が低いということですね、まあ、品質いいからと言ってもね知られてないものは売れるわけがないということですねで開業からずっと売れないでここに座っているのではないかとか錯覚してしまうともう3年経ってるんですけどね、まあ、錯覚じゃなくて、まあ、多分売れてない 3年前と同じものが置いてあるかどうか分かりませんけど、まあ下手したらね、いくつか置き換えてるけど全然売れてないという可能性はありますね。この革,革製品1万6000円ぐらいで出しちゃうとね。大体、日本ほど物価の安い国は今や世界中探してもありませんからね。日本と同じ値段で販売して儲かるわけがないと。高く売れる商品を探さなきゃいけない。そしてこの仏像と、菊の御紋の飾りとね。 えー、ここまで来るとギャグですね。本気でこれを展示して何がしたかったんだろうという感じなんですけど、まあ仏像とね、えー、菊の花のモニュメント。で、なぜかミレリアム・ファルコン、6 6000と。まあ、高いし、なんでミレリアム・ファルコンなんだと書いてありますけどね。これね、逆に、逆にというか、なんというか、ミレリアム・ファルコンとかね、えー、R2D2 もこの、 横にちょっと見えてますけどねこれは逆に何か日本の技術でね、えー、これこれこういうもので作ってすごい成功だろうとかいう売り方したらね、まあ、この程度の値段なら売れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただねクールジャパンを見に来た人がねもうすげえこのミレリアムファルコン出来がいいじゃんとえこれ全部ステンレスで削い出しとか言ってね買う可能性は果てしなく低いと。 まあ、ちなみに、スター・ウォーズ関連商品はディズニーだからね、えー、アマゾン室では扱い NG ですで。ここまでね、盛大に金かけて売れない商品を展示している機会はめったにないので紹介しました。まあ、なかなかね、えー、ちょっとやって売れないっていのは普通のね、ちょっとやって売れないから、まあ、売れ商品探そうっていうのは普通の商品探しなんですけど、一等値にね、もう3年かけて、えー、ずっと 売れない商品を展示しているということもね、まあ、そうそうないんで、まあ、そういった意味ではね、えー、反面教師として、すごい精度が高いと。ねまあ、ここに書いてあるものをね、ずばり扱うことはそうそうないでしょうけど、まあ、逆にやっぱり、えー、どんな場所がよくて人が見に来るとこでもね、えー、売れないものは売れない、ね。で、売れないものばっかり並べていると、人もみんな見に来なくなっちゃうというのでね、まあ、恐ろしい出来事だなと思いました。 まあちなみに、日本の感覚だとね、高いと売れないと考えてしまいますが、売れるものは高くても売れます。また、高いから売れるという商品も世の中にはたくさんあります。安かったら売れないけどね、高いからいいものなんだろうとかね、まあ、高いから、えー、見え張れるなとか言ってね、えー、実際のもの,ものから考えると、まあ、ほんのわずかな差しかないのに値段が20倍とかいう商品が売れてる例はいくらでもありますしね。 あまりにもくだらないものをね、とっても安い値段でると、くだらないものを安く売るとね、えー、こんだけ安いから本当にくだらないんだろうというので売れないけど、そこそこ高くしたらね、あくだらなそうだけど高いから面白そうだなという需要もあると。まあ、物販の奥深いというか面白いところですね。まあ、そんな形で。 まあ、売れてる商品をね、ズバズバ載せちゃうと、それを教えた、あるいはね、それを扱ってた会員さんにね、迷惑かかるんで、なかなかこれが売れてますっていうのは記事しない、しにくくてね、えー、個別相談でこう、売れる商品に誘導したり、売れる商品を、まあ、教えてるわけなんですけど、売れない商品はね、えー、まあ逆に、いくらシェアしてもね、えー、問題が起こりにくいというか、問題がないんで、今回は。 目立つ形でたまたま記事見てね、まあ、典型的なこう売れない商品を並べてね、えー、で、あと、この記者の方がそうであるように、まあ、値段が高いから売れないというふうに理解するんだなというね、まあ、2つの面の反面教師になるんでシェアさせていただきました。まあ、商品探しの方は、ね、コツをつかむまではなかなかね、えー、スムーズにいかないこともありますけど、まあ、必ず見つかりますんで、まあ、お気軽に、ね、ご相談ください。 以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。